だ。誰と？こいつ、とんでもないチャクラ量だ。本当に覚えてないと？俺と会ったことがあるのか？まあ、すぐに思い出させて差し上げますがね。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。みんな、あいつの目を直接見るな！危険だ！この俺も前回と同じだと思ったら大間違いだってばよ。ナルト、こいつは俺がやる。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。スイートン爆睡召喚。しませんか。ガセンガン。カカシ先生、どうなってるんだってばよ。この発祥符発揮空所。この目だけが現実を発動する手段ではない。この指一本あればそれは可能。まったく厄介なガキどもですね。どこかで会ったような気も。思い出すまでじっくりいたぶってあげましょう。今だ！水分身の術、水牢の術、思ったよりやり手でびっくりしましたよ、このガキども。この大刀サメ肌は私しか認めない。なるほど、ならば俺も。さあ始めましょうか。
成長しているが、まだ甘い。久しぶりだな、ナルト。食らめ！五色のサメたちが骨も残さず食い尽くして差し上げますよ。どうして、どうしてサスケ君を止めてくれなかったの。お前は仲間を守れなかったじゃないか。解けなかったら一体どうすればいいんだってばよ。その時は諦めろ。じゃが仲間と一緒に行動しとるなら手がないこともない。その仲間に己の体に触れてもらい、チャクラを流し込んでもらうんだの。それで現実はと